それでは今週の話題です。10月19日土曜日から27日日曜日、区内4つのエリアで障害のある方のアート作品などを展示するアートパラ深川おしゃべりな芸術祭が開催されました。その中から今回は時は一体の様子を取材しました。深川一帯で障害を持つアーティストたちの作品の展示などを行うこのイベント、街中のアート作品を前に立ち止まった人同士のコミュニケーションを生み出し、障害のある方々の個性や才能を生かす社会につなげようと開催されており、今年で5回目を迎えました。期間中は門前仲町、清澄白河、森下、豊洲エリアで様々な障害を持ったアーティストの作品およそ550点が展示され、町全体が美術館になりました。こちら震災復興橋梁の万年橋にもアート作品が並び、町を行く皆さんは水辺の景観と一緒に作品を眺めていました。隅田川テラスにもたくさんの作品が飾られました。色彩豊かに独特な世界観を描いた作品やモノクロの作品など、アーティストの個性あふれるさまざまな作品が人々を引きつけ、皆さんは作品鑑賞を楽しんでいました。街中アートのほか、さまざまなイベントも行われ、多くの方がアートに触れる機会となっていました。今回のアートパラ、豊洲エリアのみ10月30日から11月4日まで展示・イベントがあります。ぜひお出かけしてみてはいかがでしょうか。それでは続いての話題です。10月20日日曜日、横十間川親水公園にある江東区の田んぼで、田んぼの学校田おこしが行われました。稲刈り脱穀を終え、一段落ついた江東区の田んぼ。田んぼの学校の田おこしは最後の農作業。今年大きな実りをもたらしてくれた田んぼに感謝しながら、来年の米作りをするための作業です。収穫を終えた田んぼの土は稲にたくさんの栄養を与えたため、作物を育てる養分が減っています。肥料をまき、クワで田んぼの土を掘り起こし、しっかりと混ぜ合わせていきます。田おこしは春にも経験しており、参加する親子は慣れた手つきで作業を進めていきます。小さい子どもたちは体の大きさや力がクワと合っていないので苦戦しますが、お父さんお母さんと一緒に一生懸命働いていました。この日は田んぼの横にある畑で里芋と亀戸大根も収穫しました。立派な葉を茂らせた大根ですが、土の中に石などが埋まっていて、場所によって大きかったり小さかったり。収穫の後は畑もしっかりと手入れをしました。これまで9回の活動を通して昔ながらのお米作りを体験してきた皆さん、体を動かして学んだことがしっかりと発揮され、作業はスムーズに進んでいました。次回は田んぼの学校最終回となる収穫祭です。私も参加して参加者の皆さんにお米作りの感想などを聞いてきます。それでは続いての話題です。10月22日火曜日、
豊洲2丁目の豊洲文化センターで、マイ保育園広場フェスティバルが行われました。このイベントは、在宅で子育てをしている方を応援するマイ保育園広場の取り組みを PR するもの。保育園で行っている遊びや育児、栄養、保健相談などを保育園の看護師や栄養士、保育士が紹介します。遊びを紹介するコーナーでは、保育園で日頃使っているおもちゃや歌遊びを披露。また講師を招いてリトミックを楽しむなど、参加した親子は楽しい時間を過ごしていました。来場した親子は、その他にも健康相談のコーナーで子どもの体重や身長の測定、食育コーナーでは離乳食やアレルギーの展示を見たり話を聞いたり、手形や足形からハロウィンのイラストを制作したり、マイ保育園広場で行われている内容を体験していました。会場には大久保区長も来場。保育園のスタッフから説明を受けたり、親子で遊んでいる様子を見たりして、一緒にイベントを楽しんでいました。なんか結構楽しいです。勉強にもなるし、本人も楽しんでくれてます。こうやっぱりいろんな、なんか普段お家にはないようなおもちゃで遊べるのがすごく楽しく遊べてたと思います。このイベントは3会場で開催され、たくさんの親子が来場しました。在宅で子育てしている方は、マイ保育園広場ぜひご検討ください。それでは続いての話題です。大島9丁目の中川船番所資料館で、現在特別展荒川と高等、高等の治水100年が開催中です。今年通水から100年を迎えた荒川放水路。この特別展は、荒川放水路の歴史、高等地域の治水、そして荒川と私たちの三部構成で展示されています。その名の通り、荒ぶる川の荒川。かつて大雨のたびに川から水があふれ、家や畑が水浸しになっていました。江戸時代、洪水から江戸を守るため、利根川の流れを東に移し、荒川の流れを西に移しました。しかし、それでも洪水を防ぎきることはできませんでした。こちらは江戸時代後期に建てられた旧大石家住宅。広い屋根裏は洪水などで浸水したとき、水が引くまで一時的に避難生活を送ることができました。そして明治43年の大洪水をきっかけに、翌年荒川放水路の開削工事が始まり、20年の歳月をかけて昭和5年に完成しました。荒川放水路開削後は、工場進出による地盤沈下が進み、ゼロメートル地帯となった江東三角地帯では、高潮、地震対策など治水に取り組んできました。私たちの生活と密接に関わってきた荒川。展示からは、川と共に生きる江東区の成り立ちを知ることができます。荒川と江東、江東の治水100年は、来年1月19日日曜日まで開催しています。